おでんさえ入れるゆんで卵、ゆんで卵を茹でますね。ゆんで卵を茹でるとき、つるんとむげる方法、つるんとむげる方法、ゆんで卵のお尻がさ、こうちょっとこうそれひび入るくらい割るね。とね、こうやってでば絡むとき大変楽。まあみんな知ってると思うけど、ね、これね、さっきお尻ちょっとこう割ってやってるんで卵ね、すごくこう綺麗にむける。これこれ綺麗にむけるよ、これね。すごく綺麗にむけるな。うちでさ、今やねんけどさ、うちのお手伝い塾上がさ、ゆで卵好きなんだけどさ、あとさ、ラスってさ、アメリカ人さ、ゆで卵好きだ。でさ、二人でさ、2、3回さ、ゆで卵を食いたい会やったさ。あの時とんだべ、60個とかゆで卵を言うのさ。ね、すごかった。大体、あの人たち何個くんだね。20個は食うんだよな。20個、ラスダの30個近く食うんだよね。うん。あ、ゆで卵60個ゆでるってばや。大変だよ。よく言うな。俺は甘えすぎでね。俺は一個けば精一杯だね。うん。これ、ゆで卵はおでんさえ入れてばね。次の日、味しみて、大変美味しいね。味覚レースがもっと美味しいね。うん、今と並べな、喫茶店。モーニングってな、で朝7時頃からやってる。ここの時食いに行ったもんね、喫茶店さ。で、振り越えて行ってや、モーニング頼んで。お湯で卵必ずついてる。パンド、コーヒード、ゆで卵どな、サラダこど。これ、プリンプリンって、これ、な、これ綺麗にむげるな、ゆで卵。ケツこわっとけばいい。うん。まずね、普通のさ、でね、昆布と、昆布ね、昆布と、いつものだしパック、これ入れますね。で、だし粉取ります、まずだし粉、ね。たらもう一個の鍋、これ。これは水だけ。まあ、こんにゃくを、ちょっと、火通して臭み取りますね。臭み、こんにゃくはね、下がってました。玉こんにゃく、黒い玉こんにゃく、ねちりこんにゃく、板こんにゃくね、板こんにゃく、生芋こんにゃくね、こんにゃくね、切ります。大きめ。はい、今ちょうど自のね、まかないがね、腹減ったってからピザ焼きましたね。ピザをあとさ、今自のさ、にゃんこたちやりぐさついきてな、みんなで一ピザ食おうと思ってで、ね、ね、いつもピザうずるピザ売りだからしょうがないな。これピザね。バジルね。とりあえず今夜食、今12時みんなで夜食食べます。せばだし汁できました。だし汁ね、これに、こんにゃく入れますね。こんにゃく
こんにゃくね。で、とりあえずは下ですね、あとね。で、卵に味をつけたいので、今日味付けしていきます。とりあえずね。あとはね、火つけて。はい、まだ得意の発泡汁です。発泡汁を入れますね。麺つゆ、麺つゆ、麺つゆ少し、このくらいね。煮込みちくわ1本5本入れますね。これ切るが半分にな、半分に切って、はい、入れます、はい、入れます。これいわしごぼうのつみれ、何でも入れるからね、半分くらい、何でもいい。今日のうちに入れれば明日味付け完了ね。この出汁袋は取りますね。ね、まあ、入れとくの昆布だけ。なんで昆布入れるか、後でおらん、うん、ね。だから焼き豆腐、焼き豆腐入れますね。ああ、たっぷりだ。いやな、これで4、5日はおでん食えるね。うん、これで一煮立ち。はい、おでんグツグツしてきましたね。いいな、いいな。よし、これグツグツしてきました。よし、これグツグツしたら、あと蓋閉めで、火止めて蓋閉めて、明日食べるとね、美味しいおでんができますね。えば、はい、昨日から味浸しといたおでんですが、少し減ってますね。だいぶ減ってます。ゆで卵などはほとんど入ってませんね。ゆで卵は手つけてません。はい。というわけで、これから青森ならではの生姜味噌を作りますね。生姜味噌おでんっていうのは青森に、生姜味噌おでんって青森にあるので、それを作ります。日本酒、砂糖もしくはみりんね、味付けはお好みに応じて、それに味噌ね、味噌、味噌は後でお好みに応じて、もう少し入れます。これゆっくり煮ます。結構ね、生姜味噌のタレは生姜たっぷり入れます。これでもか作れるってね、入れますね、生姜たっぷり。これを少しとろみっこ出るまで、意外とさ、青森の人はしょっぱくしたはんで、結構しょっぱくて大丈夫。うん、いい香りですね。これをちょっととろみ出るまで煮ますね。
そんじゃね。もう赤味噌ヘでもいいな。今日のお魚はサメ、カド、モウカザメだと。モウカザメね、大きくて195円、消費税で210円ね。でね、たまに業務スーパーで売ってんだ。美味しいんだ。意外とサメね、匂いが、このモカダメってあんまり匂いしない。でもちょっと臭いから、焼いてこの今日作った生姜味噌がいいんですね。で、ステーキみたいだね。焼きます。納豆にもやし入れます。もやしをワンカイ湯がいてね、もやし、ワンカ塩っこね。湯ワンカ湯んでます。ヤッコブ。生姜味噌これ万能です。これも例えば焼いたサンマサカゲでも美味しいし、サンバサカゲでも美味しいし、何歳やっても美味しい。一つ作っとけば最高ね。よし、とろみっこ出てきた。サメの方のタレも作るんだ。醤油のタレですか、サメな。ワンか。大きいな。このくらい、これ。とろっとこれ。おー、イグナチした。バサマイグつくてきたもんだからやんな。歌あるんだよな。生姜味噌おでんの歌って、うちのバンド歌ってんだよ。 CD も出たらしいよ。流してんだけど主役検査引っかかりゃかけないね。よし、ほらこういう感じ。これとろっとね、どんどん生姜でとろっとなりました。これ出来上がり。それでは次、これはワンカディ、サメの部分分だけ。うん、めんつゆ少し、日本酒いいね。日本の調味料は便利で、汁があれば大体何でもできるよね。醤油でもいいんだけど、これはサメ用のタレ。これはもやしね。もやしをまず、細かく切って、おっと、そうしてるうちに生姜醤油が煮立ってきましたね。お、そうしてるうちにおでんも煮立ってきましたね。あ、おでんも煮立ってきました。これよし、 OK。 よし、ほとんど一気に出来上がりますね。太子納豆ね、太子納豆。最新納豆は確か盛り飲んでないかな。みんな納豆は必ず食べましょう。私は納豆は1日3パックが6パック食べるかな。3パックが6パック、3パックで1パックで今売ってるからね。
なんでそれさ、通販で6パックなんだよね。よく見つけを取って、もやし。ね、もやしどこを混ぜます。今度作るけど、このもやしと卵を混ぜたのを揚げの袋さえ入れて焼けば居酒屋風のおつまみになるな。はい、まず納豆出来上がり。おでんこれまずおでんにはいっぱい入ってね。炭入れ、焼き豆腐、ちくわ結構入ってる。こんにゃく、あまり出すんな、食えねえからな。で、ゆで卵、おお、ゆで卵、熟女すぎだゆで卵な。私の好きで、私はね。このね、濃いすぎだ。このだしとった昆布。これね、あらら。これ。だしとった昆布。濃いすぎ。大好き。いっぱい入れたんだよな。まあ、入れればいいか。とりあえずな。はい、ね。おだぐ昨日3つ食ったべ。うん、超食べてない。で、俺は1つ食って、お袋だ2つやったんで、これで8つ。初日1個食べた。初日1個。で、あと1個あるはず。ほら。ああ、よかった。ほら、あと1個。いや、おだぐ今日3つ。なも2つだね。俺は1つ。俺は1つ食ってもいいってよ。しょうがない。だ。よし。で、そんでね、青森以外の人はあまり食べたことないと思う。生姜味噌、これをね、生姜味噌、これね、これをかけます。生姜味噌ね、はい、生姜味噌かけたおでん、これ夜長見出して大変だ、これね、冷め上げました。これちょっとね、ちょっと臭いんだ。だから、この生姜醤油かけて、こう、まんべんに。でばさ、かなり臭みが消えます。なんで冷めて臭いんだろう。なんかこう、妙にさ、腐ってるんでね、べがなっていう臭さがあるんだよな。もうこういうのかければ、全然 OK。これ、サメです。サメ。ね、はい、今日のアトムの食卓、生姜味噌かけおでん、サメ、玄米、ふいりたくさん味噌汁、もやし納豆でしたね。健康的ですね。大五郎がここに座って動きません。なんとかしてくれ。私もサメを食うんだぞと。はい、うまそうだ。では、いただきます。とサメをね、一口切ってみようかなと。で、ステーキみたいだよ。ちょっとタレしょっぱかった。まだ焦がしてこい。ちょっとしょっぱいな。まあいいか。生姜味噌、はどんだけな。ちょっとしょっぱめの方が。よし、みそこつけて。ちょっとしょっぱかったな。しょっぱ
ということでした。行けば行けば。